必死のパンチ。この番組劇場に行こう一緒に担当するようになって1年半が経つんですけれども、はい、それでも全くもってどんな生き物かわからないのが岩崎慎吾でございます。その通りです。僕も3年目劇団パッチ一緒になって3年目なんですけど、未だにわかんないです。3年目、はい、で劇団で一緒に稽古から本番からずっと過ごしてもわかんない、週に1回ラジオやってる方がわかるわけがないということで、はい、今日はこの必死のパッチのコーナーはあなたを知ろうということでこの企画です。はい、クイズ慎吾くん。その顔何なんでしょうか、このコーナーは YouTube でご覧いただきますので今カメラが入りました、うん、今の表情ぜひ YouTube でご覧いただきたいと思いますけれども、もう一回やっていただいていいですか、はい、どうぞ。クイズ慎吾くん。なんで上向くんですかねいやなんか前回浦川さんがクイズ俺かい、はい、そう、あの何週間か前にクイズ安幸くんってやったんですけど、うん、はい、なんかそういう感じで言ってたと思ったんでじゃあ、はい、クイズ安幸くんって言って。クイズ安幸くん。そんなほっぽかったこういやなんかあのこうワントーン上がってたんでそれをちょっと真似たんですけど、いわゆる怒鳴ってやつですからね、業界用語のね、はい、大きい声出すときにやっぱり声が高くなるんでしょうか、はい、なんか今僕ショック受けました今そんな放送にやってたんやと思って後でじゃあ YouTube 見たいと思いますけれども、はい、クイズ安井くんの方ね、自分では恥ずこっぱずかしいですけど、はい、じゃあクイズ慎吾くんでございますので、はい、岩崎慎吾がどういう男なのかってことを中山くんと僕が想像をして当てる、はい、例えば丸くて赤いものは何ですかって言ったときに、はい、リンゴ。いや違います。トマト。当たってます。当たってます。今北斗の拳来た。もう死んでるかもしれないです僕。死んだね今。当たってます。当たってます。岩崎慎吾はトマトが好きだから、トマトと、はい、思い浮かべます。そういう風な感じでやっていくわけですね、うん、はい、もちろん中山くんも僕も問題知りませんから、はい、何が出るのか今この手元に紙がありますんで、はい、では出題していっていただきましょう。はい、ではここから MC 回しは岩崎慎吾くんですから、はい、一問ずつ言ってったら、はい、クイズクイズ慎吾くん。楽しそうや第一問、うん、サッカー日本代表ザックジャパンといえば。はいはいはい、はい、青い。ブブー。そういうことじゃないの。はい、はい、ホンダ。ブブー。選手なのかな、どうだな、うん、はい、ブラジル。ブブー。岩崎慎吾ですからね、突拍子もないこと想像してるはずですよ。あ、ザックジャパンといえば、ああ、はい、はい、サッカーボール。あ、違いますね。でも選手なのかな。さっきあの中山さんが言ったあの選手っていうのは近いですね。ああ、じゃあ選手。はいはい、吉田麻也。違います。知らなかったから今今悩んでる。はい、長友佑都。違います。ザックジャパンといえばですね。はいはい、内田篤人。違います。ザックジャパン。長谷部。あ、ブブーブブー。正解は、正解はザックです。なんやそれ。腹立つわ。腹立つわ。僕ザケロニ監督って言わなかったっけ。いや言ってない。言ってないか、はい、ひょっとしたらザケロニ監督かなと思ったんですけど、でもあのね、ザックジャパンといえばザックです。いや、またそれね、成立してないよ。え、で、そうじゃないですか、考えたら。これザケロニ監督って言ったら正解だったの。そうです、正解でした。悔しい。ザックジャパンといえばザックですって。そりゃそうだろ。ザックロニのチームですから、はい。いや、こういうペースです。そう、僕らが考えてるのとは違う。違います。違う世界なんですよ。じゃあ次行きましょうか。はい、続いて2問目。文房具といえば。言わねえの。クイズ慎吾くん言わねえの。クイズ慎吾くん。はい。文房具といえば。難しい。はい、消しゴム。違います。はい、鉛筆。違います。はい、鉛筆削り。違います。シャーペン。あー、惜しい。違います。はい、小刀。いや、違います。小刀じゃないです。でもそういうボールペン。ボールペン。わーの。ボールペンの。ののボールペンでいいんじゃないの。文房具だろ。文房具です。ボールペンでもこういう。はい、ボールペンの玉。あー、違います。ボールペンで。ボールペンのインク。ボールペン。あ、そう。芯。芯。あ、もうちょっと。芯って何色。三色ボールペン。あー、正解。何だそれ。当たっても全然嬉しくないわ。ね、なんか達成感ないですそうなんですよ。いや、岩崎慎吾といえばっていうことでしょ、これ。はい。
それがクイズ慎吾くんでしょ。クイズ慎吾くんです。岩崎慎吾といえば三色ボールペンなの。いや、僕はそうですね、三色ボールペン愛用してるんで。あ、そうですか。色は何ですか。色は赤と黄色。黄色今日は黄色はない。今日持ってるのは黒一色のボールペンじゃないか。いや、今日黒一色じゃないか。これ あ今日忘れてしまって、普通のボールペンやないか。今日忘れてしまって、今日忘れてた。岩崎慎吾といえば三色ボールペンは間違いじゃないか。でもいつもカバンの中に入ってもう正解、ボールペン正解や。中山中山義郎さん1ポイントです、はい、認めるんかい、それ、はい、で続いての問題いきます。しんどいわこれ。クイズ慎吾くん、言うた。かわいいアルファベットといえば、かわいいアルファベット。はい、はい、P 違います。 P かわいいわな、うん、P かわいいですね、かわいい、どういいじゃん。それいいじゃん。 P もっとかわいいのがあるの。もっともっと、はい。それはもう岩崎慎吾自分好きやからな。感想文でも自分の新しい大阪夏の陣のイベントとかを紹介するやだから、それは自分に関係あるんちゃう。はい、S、 あー違います。慎吾の S、 違います。I、 岩崎の I、 あー違います。これインスでも岩崎慎吾といえばだろ。岩崎、あー、あーって、そういうクイズだろこれ。そうですね、はい。可愛いアルファベット、あなたと付き合ってたからわかる。付き合ったらわかんの1年半いたら。いや多分わからない。じゃあダメだね、そういう問題。じゃあ選ぶなよ、そういう問題。どういう基準で可愛いと思う。なんかまん丸っこかったんで。あ、はいはい、はい、9。あー、すみません、もう何でもいいわ。おあー、惜しいです。まん丸ブブー。これ小文字の E です。ごめんなさい、ごめんなさい。いや、パッパッパって書いてって言われたんで、もうパッと思ったもの。まだ人のせいや、人のせい。いやいや、ごめんなさい。いやでも米井さんに言われたから。いや、ちょっと申し訳なくなっちゃって、ええ、岩崎慎吾が、岩崎慎吾が小文字のEっていうのはよくわかんないですね。小文字のEがお好きですか。かわいいと思ったんで、はい、次行きますか。はい、次、はい、はい、行きます。続いてクイズ慎吾くん。陸上競技の種目といえば、うん、知らんわそんなの、陸上やってましたっけ。いや、やってないんですけど。やってないですよ。陸上競技の種目、はい、パッと思いついたんですよね、その競技は。はい、はい、砲丸投げ。違います。ハードル。違います。走り幅跳び。いや、違います。走り高跳び。いや、違います。普通なんちゃうこれ。いや、これはね、それを全部ひっくるめたみたいな感じで。全部ひっくるめた。やばい、近代五種。おーおーおーおほ。陸上じゃないよ、あ、そんな感じ。そんな感じ。トライアスロン。いや、違います。あれ、なんだ、なんなの、そんな感じで。何、この競技名あるのかな、これ。競技名ないの。知らないよ。種目といえば、あ、ごめんなさい、ブブーブブーブブー。何、正解は。陸上十種競技です。あ、十種競技ってあるんだ。ああ、そうです、そうです。あ、武井壮さんでそれやってたんだ。はい、今、動物と仮想で戦ってる人ね、そうそうそう、妄想で。そうなんですよ、それを思い浮かべ。あれ、近代五種ってありましたよね、なんか。うん、両方あるんですね。はい、惜しかったです、浦川さん。惜しいっていうか、その線で言ってくれとかなかった。その線。まあ、陸上実習は出てこなかったけど。そうですね。じゃあ、続いての問題いきます。クイズ、慎吾くん。正直、もう飽きてきたけどね、これ。これ、戦国武将といえば。それは長宗我部なんとかだろ、はい、そうです、長宗我部。え、正解。長宗我部森彦。合ってます。合ってます。正解。そこはそのまんまなんかい。なんやねん。ちょっともうついていかれへんわ、テンションがもう。正解です。よしさ、正解。全然嬉しくない。よしさ、正解です。いや、もっと流れ的に、あ、そう、そっち行くんや。正解です。戦国武将といえば、長宗我部。それは、あなたがキャンペーンの宣伝隊の武将をやるからでしょ。はい、長宗我部森近。はい、それが正解。正解です。単純すぎる。それが最終問題。これ、そうですね。ちょっと待ってよ。じゃあ、これは2ポイント対0ポイントになるんですかね。はい、これはですね、浦川さんが0ポイントで、中山義弘さんが2ポイントで、よしさんの勝利です。おめでとうございます。全然嬉しくないよ。嬉しくない。全然嬉しくない。あー、本当に。これ、ちゃんとして、ちゃんとしたオンエアになるんでしょうかね、これ。うん、しんどっ。